会いに行くみたいな感じですかね、うん、あの海の中に妻がいるんだと思うとね、やっぱり、まあ、創作もそうですけども、普段 の, その練習の時でもなんかちょっと会いに行くような感じ、近くにいるのかなというような感じで。最近でもそのご遺骨が見つかったとかね、そういういろんなニュースがあるんで、やっぱり諦めずにね、捜索を続けるのが大切かなと思っています。妻が送った最後の、最初で、まあ、最後になっちゃったんですけど、メールがあってですね、帰りたいっていう一言が書いてあったんですよ。まあ正確に言うと、大丈夫クエスチョンマークがあって、帰りたいっていう内容なんですけどね。まあそれでやっぱり今でも帰りたいだろうな、と連れて帰りたいなっていうのがあってですね。ミルプラスティカギニュース101 YouTube チャンネルをサブスクライブ、マディベルアイコンを押して。